皆さんこんにちは。ひなびた放送局の時間だよ。今日は私のお家の屋根裏部屋からお送りしています。なんとなんとね、このラジオも今回で第20回なんだよ。ということで今日は全員集まったんだよ。わーいわーいだよ。5人でラジオやるのさ、超久しぶりじゃない？もしかしてリンが初めて登場したあの時以来？っていうかその回しか全員でやってないべん。あれそうだったっけ？はい、私もいつもみんなで一緒にいるから気づかなかったんですけど、その1回だけなんです。5人でラジオしたの。え、そっか。まあリンのやつがさ、ラジオなんて愚昧よなんて言い続けてたってのもあるよね。ね、リンリン先生。ちょっと洋服屋、あなたもう少し離れなさいよ。そんなハレンチの格好でそうやってくっついてくるのやめてくれるかしら？だって5人だと狭いのはしょうがなくない？マイクだって2人で1本なんだしさ。いいじゃんいいじゃん、仲良くやるし。ほらほら、ちょっとほらほら、押し付けてこないでくれるかしら？うん、ギャルのチャンネルはさっきからずるいめよ。メアもリンリン先生にくっつくめよ。わわわわ、私も。やめなさい。やっぱりリンちゃんがいるとみんながすっごくにぎやかになるんだよ。リンちゃんは盛り上げ上手さんなんだよ。プロのアビ教官さんだよ。アジテータよ、それを言うなら。全然違うじゃない。第一、私があなたたちを先導しているわけではなく、あなたたちが勝手に戦争を声明しているだけであって、断じてアジテートなど能動的なものではなく。ちょっと聞いてるのかしら、あなたたち。はい。だから喫茶店押し付けないでほしいのよ。そのレシート屋もまあ、とにかくさ、またこうして5人でラジオできて本当によかったし。はい。よし、じゃあまずは私たちの近況報告しよっか。さきちゃんお願い。はい。最近はリンちゃんが一人暮らしをしているので、みんなでお手伝いしているんです。私とイブちゃんはお料理、メウちゃんとマリカちゃんはお掃除やお洗濯をしています。ちょっとバンド活動の近況報告をしなさいよ。リンリン先生全然お料理が上手にならないから、サキキとイブブのお料理教室がずっと開催されてるめん。まっちゃん、一体いつになったらリンリン先生はお料理が作れるようになるめん？メウ、早くリンリン先生の手料理が食べたいのよ。料理とちくわの区別が一切つかないあなたには言われたくないわね。あ、でもこの間リンちゃんが作ったお料理美味しかったよね。ほら、私たちに作ってくれたお鍋の。その話はやめなさい、レコードよ。お鍋ってまさかあれの話？やめなさい。マリカ、あんた夢中で食べてたから気づいてなかったかもだけど、あれはないわ。あれって伝説のリンリン先生特製バレンタイン鍋の話めん？あれはやめなさい。その愚昧な口を即刻つぐみなさい、ハンコや。とっても独創的でエキセントリックな芸術作品さんでしたね。芸術作品ではないわ。極めて合理的にあなたたちにチョコレートを配布したかっただけなのよ。そうなの？おかしいわね。いくらなんでもアリはないめん。なんでちくわまで入れためん？おかしいめん。だからあなたには言われたくないのだけれど、ちくわや。なんでみんなそんな顔なしさんみたいな顔してるのかな。私はすっごく美味しかったよ。本当だよリンちゃん、絶対大丈夫だよ。また食べさせてね。そうですね、リンちゃんきっと私たちのこととってもとっても考えて愛情込めて作ってくれたんです。とってもとっても嬉しいのです。今度チョコレートフォンデュの作り方を教えします。そうだね。ま、あれは私らが原因だし、いつもリンのお家に集まってみんなして食材持ってくるから、結局リンの晩ご飯はみんなでお鍋ってことになっちゃうからさ。本当は一
人暮らしがちゃんとできるようにもっといろいろな栄養バランスが取れた料理のローテを教えたいんだけどね。そうですね。でも私、みんなでお鍋を囲んで食べるのとってもとっても大好きです。うん、それはもちろん私も好き。うんうん、お鍋を囲んで晩ご飯とかまさに家族麺。家族そんなわけで私たちはまた5人でバンド活動を再開しました。今はマリカちゃんのポカポカレトロードを練習しています。そうそう、新しくアレンジした全員バージョンね。マリカが2番のサビを追加してみんなで歌おうってことになっててさ。この曲ほんといいよね。地元最高だし、みんなもまたここへ来てねって感じで、あたしらのバンドにぴったりな曲だし、マイルドヤンキーのチャンネルにぴったりな歌めよ。イーブはマイルドヤンキーとか違うし。で、あんた何ニヤニヤしてんのよ。だっておかしいめよ。イブブは前から東京東京ってずっと言ってる割には富良野川が大好きで、東京に行く気配なんて全く感じられないめん。はあ、このウサギちくわ屋は何言ってるし。イブはそのうち東京ナンバーワンガールになるに決まってんじゃん。第一、蔵野川は私の舞台にしては小さすぎるし、ほらこのスカイツリーが私を呼んでるし。そのスカイツリーのキーホルダーすっごく気に入ってるよね、イブ。うん、夏日ちゃんに東京のお土産でいただいたものですよね。ナンバーワンって書いてあるからイブちゃんにぴったりですよね。そのうち東京に行って私はこのスカイツリーみたいに東京を元気にするナンバーワンギャルになるんだし。それで洋服屋、そのうちっていつよ。そのうちはそのうちだし、時期にとか将来的にはとかそういう感じだし。イブブ大丈夫メウ。メウが将来的に蔵野川にスカイツリーに負けないちくわタワーを建てるから、イブブにはそこでナンバーワンちくわギャルになってもらうメウ。だが断るメウ。むきゅん即答メウ。メウちゃんはやっぱり天神学園に行くんですか？もっちのロンロンメウ。ひなひなもりんりん先生も天神学園だから当然メウは同じ学校を目指すのだ。なんだかんだ言ってあんた結構成績いいよね。私が見た感じだと合格できると思うから頑張るし。ねえねえ、メウメウは天神学園行ったらりんちゃんみたいになるのかな？滅びなさいグマイネとか言ったりして、レコード屋言ったでしょ、注目の前で口を慎みなさいと。ちょっと似てるし。わわわわ、めいちゃんすごい、りんちゃんにとってもとっても似ています。うん、あ、でも昔のめいちゃんってそんな感じだったの？将来のことなんて誰もわからないめん。未来がわからないからドキドキやワクワクがあるのだ。うん、そうだね。でも私たちのこの気持ちはどんなことがあってもずっとずっと一緒だよ。もしイブが東京に行ってもメウメウがお月様に帰っても変わらず同じ気持ちなんだよ。お月様って、メウはいくらなんでもウサギさんじゃないメウ。でも突然月に帰るメウって言われてもあんたの場合なんか納得するし。レコード屋。なに、リンちゃん、そこにあるピアノを少し借りていいかしら？え、いいけど、どうしたの？あ、もしかしてリンちゃん、ピアノを演奏してくれるの？そうね。え？リンがピアノ？あんたがいろんな楽器を弾けるってのは知っているけど、ピアノの演奏を聞くのは初めてかも。これは予想外のサプライズが来たメウ。何の曲を弾いてくれるんですか、リンちゃん？私、とってもとっても気になります。そうね、あなたたちのために作った曲よ。え、私らのために作った曲めう？そう、あなたたち4人のために作った曲よ。聴いてくれるかしら？うん！ゆっくりと私の
なたたちと出会っていなければ、私はずっと雨の中を迷い続け、失い続け、出口にたどり着けなかった。すごくいい曲だったよ。一つ一つの言葉が心に染みてきて、リンちゃん、私とってもとっても嬉しいです。リンリン先生、私には雨雫に咲く花、あなたたちが必要よ。今までもこれからもずっと。日向旅ビタースイーツは永遠よ。リンちゃん、いぶき、さきこ、めん、まりか、ありがとう。コナミ。